最終回を迎えました。トップバッターは須田。今日はここまで3打数2安打。第1球決まってストライク。まずは入れてきました。第2球カットボールからしてストライク。これで追い込みました。投げた、空振り三振、バッターアウト。打順は1番に帰って菅原。今日はここまで3打数ノーヒット。打ちました。投球これから2球目。打った、ショート正面、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番宮野。今日5度目のバッターボックス。投げた、内角低めいっぱい、ストライク。第2球投げた、2球目ストライク。これで追い込みました。第3球を投げました。初球見逃し三振。最後はエミル。この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー同江。ホームランが